ブローディア赤ブロディーディは、キジカクシカの赤の一つ。かつては、テミスカ・ティーミダッチとして分離されていた。北米西部のブリティッシュ・コロンビア州から、中米のグアテマラまでに自生する。分子系統解析によって、本赤の単系統性は強く支持されており、おそらくツルボ赤の姉妹軍となる。現在の分類では12族程度が認識されているが、いくつかの族の単系統性は疑わしい。 トライトリア、プロディアの二族が主要な族となっている。旧族が栽培化されているが、前期の二族が主に育てられる。多年生の総本で、澱粉質の休憩から成長する。毎年、古い休憩から、新しい休憩が発生する。葉は、線形で、肉質であることも多い。基部は、鞘状になる。葉脈は、平行脈である。通常は、 三型果樹をつけるが、家系の頂点に単独で花をつけるものもある。花は両生下で放射相生。可比変は同型で3枚ずつ2列に並ぶ。おスシベは6本、または3本のおスシベと3本の仮おスシベが交互にある。役は内向で底気。脂肪は上位で3室に分かれる。果実は放セレッカイのついたち果てである。種子は、 黒い像に覆われる。19から20世紀の大部分において、このグループは、ブロディレンとして認識されており、ユリカ・ネギカ、ヒガンバナカなどに位置づけられていた。1985年のダールグレン体系では、ネギカに含められた。20世紀の終わりに、ユリカの中で異質な形態を持つグループが、多系統群であることが示され、ブロディア族は、ネギ族やヒガンバナ族より、 草杉カズラ族に禁煙だと考えられるようになった。このため1996年には、1866年に、リチャード・ソールズベリーが提唱したて、ミスカ・ティーミダッチが復帰された。この仮名は、セミス族に由来する。この族は、唯一の種セミス・イクシーズを含んでいたが、1879年に、セレーノ・ワトソンによりこの種が、ブロディア族に移動されたことで、 属名としては使用されなくなっている。その後1 8 8 6年に、この種は、エドワードリーグリーンによりトライトリア属に移動されており、現在の学名はトライトリアイクシーズとなっている。APG2 まで、テミス化は基地隠し目の位置化とされていたが、基地隠し化に含めても良いとされていた。APG3 では、ブローディアーカ、ブロディーディとして、基地隠し化に含められた。 約12族60種を含む次のような系統樹が得られている。ミラクレイドの内部系統は安定していない。ありがとうございます。